はい、皆様こんにちは、阿部の生命です。もう皆さんね、まあ馴染みのある、まあ、景色だと思われます。まあ、宝刀山古墳ね。まあ、そんなにね、宝刀山にこだわってるわけじゃございませんから、皆さん。ここ入りますとね、まあ、川べりにね、珍しく車が止まってますね。まあ、こちらがね、まあ、ジャケツ山古墳なんです。まあ、ちょっとここ、うまく。いいよ。じゃあね、また。まあ、なんでね、ジャケツ山古墳に、あ、ちょっと見えないね。まあ、向こう側にね、石室の入り口があるんですけど。もう一度入ります。まあ、今度はね、まあ、ちょっとね、まあ、光量のね、まあ、多い、まあ、ライトね、まあ、持ってきましたから、まあ、この前よりはね、まあ、よく見えるんじゃないでしょうか。車をね、まあ、いつものところに止めました。まあ、こうしてね、まあ、これがね、ジャケツ山古墳です。まあ、今回はね、まあ、光量の多い、まあ、照らす範囲のね、まあ、広い、まあ、右のね、ライト。両方持ってますから。ではつけましょうかね。どうだろう。光量少な。ははー。まあ、なんでね、再び来たかというと、まあ、ここにね、蛇の文様っていうかな。文字はね、まあ、書いてございます。弁財天。あそこら辺、蛇ですね。あれです。わかりますか？今照らしているね、まあ、左上をね、まあ、見ているヘビです。これか。確かにね、文字がね、彫られています。確かにこれ蛇です。まあ、そんなにね、繰り返さなくていいですよ。
これ気がつきませんでしたね。まあ側面はどうでしょうね。まあちょっとわかんないですね。ではね、まあこんな感じで、まあ、ジャケツ山古墳のね、蛇の壁画、ありがとうございました。